やめよ。今後配信でやるのもやめよ。今日最後にしよう、パブジー。単刀直入に言います。パブジーをやります。まあダラダラやって勝てるわけがねえんだよな、正直。何かを考えてプレイしてるわけでもないしな、俺。もはや何も考えちゃいねえからな。わかった、やめよ。そういう思い切りは俺は大事だと思う。というか今まで全て思い切って行動してきたからな。やめよ。今後配信でやるのもやめよ。今日最後にしよう、パブジー。まあやるもんがなくてもそれはしょうがないんじゃないか。今日を最後にしよう。もう今年はもう完全にやめよう。失礼だしね、これで俺はやるのは。パブジー好きな人にも。これでもう今やるもんないけどね。完全に今やるもんないけどね。やるもんないから、そう、まあやるもんないからやってるっていうのがそもそもね、やべっしょそもそもゲームやる動機としてやべっしょ。やめよう。もういいと思う、それで。それでいいと思う。俺割と行き当たりばったりだし、スタイリッシュヌーブ無職になる。ありがとうございます。まあ、パブジーが仕事なら俺今から無職だな。明日から無職だね、パブジーが仕事なら。ぶっちゃけ仕事だよ、パブジーは今まで。本当に楽しかった、パブジーは。結構長いことやらせていただいたの。配信でここまで言っといてやったら、炎上案件でしょ。もう俺だからここまで言ってじゃもうやれないと思うけど、本当に二度と。まあでもいいんじゃないかな。もう結構前ぐらいから、俺にそのつもりがなくても辛そうって言われてたからな、結構前から。俺そのつもりねえんだけどな、そういう時は思ってたけど。オーバーウォッチやめる時も俺割とこんな感じだった。オーバーウォッチやめるのすげえ怖かった、俺。オーバーウォッチで多くの人が見てくれるようになったし、当時特にオーバーウォッチやってなきゃ俺人来なかったから、割と似たような感じだった気がするわ。このラウンドドンカツ取って、明日から別のゲームやりますって終わんならかっこいいけどな。頼むぞ。ドンカツ取らせてくれ。割と好調だぞ。俺喋ってる時の方が調子いいからね。まあ調子いいとか言いながらクソみたいなムーブしてんだけど。ふざけんなお前。負けるかよこんなとこで。俺は負けねえよこんなとこで。まだ相手になった今。まだ相手のも忘れて。おお。最後ぐらい俺んち行くか。俺んち見れたの。これ俺んち。最後がザコシ。お疲れでした。ありがとう。1年3ヶ月。これ1年3ヶ月の集大成だ。俺のプレイヤーアンノーンズバトルグラウンドのな。今喜んでるやつもいるな。俺がパブジーをやめて。それが答えよ。お騒がせしてすいません。今日はお知らせがありまして、突如このような配信になりました。皆さんこんばんは。プロゲーミングチームデドネタのスタイリッシュヌベです。よろしくお願いします。今日は皆さんにお知らせがあります。単刀直入に言います。パブジーをやります。これには考えがあります。僕が PUBG から逃げたことによって、特に TGS を控えるこの時期にデトネーター 4BR としてメンバーもチームも動きづらくなって迷惑がかかりつつあります。この時期
アベマなどの番組も練習して挑めないのは正直厳しいところです。以上のことを理由にたまに練習で練習配信などはさせていただこうと思っていますですが一度はやめると言ったゲームなので反省の気持ちを込め生産感謝します。みそぎとして頭を丸めます。曲げて一度言ったことを曲げてしまってすみません。お騒がせしてすみません。いぶきおろしもなんのそのだよ。日頃鍛えたこの体ここに故障小学校楽しくいつも考えるああみんなほがらかみんなほがらか故障の子だよ。購読ありがとうございます。感謝します。ミュートになってた？ミュートになってた？ちょっと待って、俺ミュートになってなかったか今。ミュートになってた？大丈夫？購読ありがとうございます。感謝します。購読ありがとうございます。感謝します。お騒がせしました。頭を丸めることによって生産されるとは思いませんが、僕にできる精一杯のことです。それではよろしくお願いします。購読ありがとうございます。